はい、それでは、オーパス25に入りますね。オーパス25の1、エオリアンハープの解説を取っていきたいと思います。オーパス10と同じように、オーパス25も、調性の関係がすごく、緊密ですね。で、オーパス25の方が、少し、エチュードらしいというか、テクニカルな、特徴を、ちょっと、分かりやすい形で、抽出している、曲集、オーパス10と比べるとですね、なのかなと思います。この最初の、アレグロソステヌートっていうのはちょっと、面白い表記な感じはしますね。このちょっと大きめの音符で書いてあるソプラノの音が、このように点でレガートを作っていきます。そう、こういう出だしのところはオーパス25の2とかもそうですけど、先にペダルを踏んでおいて、その解放した弦のところに響きの雫を響かせるような感じで入ると、入りやすいかなと思います。この空間の中にペダルを踏みっぱなしなので自然に音が膨らみますね。そして響きの層を切らないようにソプラノが綺麗になるようにペダルを変えます。その通りに手を置いた時に最も響きやすい音の雰囲気というのが変わってきますね。しっかりと、さらうのは、今まで本番に乗せたりとかやってないので、結構新鮮な気持ちですね。この杖の割に転調するのはすごく、ピュアな感じで、
転調をしていきます。ここから展開部という感じですね。必要はなくて、手の中で動くような感じで十分ですね。クレッシェンドしてフォルツァンドまで行って、フォルツァンドまで行ってるので、ここまで行った方がいいと思いますね。そして弱拍から。
ような、ディクレッシェンドというか、こうフッと抜くような歌い回しというのはショパンよく指示していますね。ブチッと切るのではなく、この音が少し張って、その空気をすぐに拾った方がいいと思うんですね。この上と下、有名な曲ですし、割ととっつきやすい感じでみんな弾きますけど、実際には結構難易度が高いエチュードではないかなと思います。なんとなく、把握はしやすいですけどね。なんですけど、タッチのコントロールとか、いろいろなそのハーモニーの中での響きの揺らぎとか、そういうものを実際に、滑らかな流れ、ある程度以上の、テンポ感、テンポ感として話すのはちょっと違和感がありますけれども、ある程度のその流れに乗って、そういった色彩をこう自在に操っていくというのは、とても難しい、部類に入るのではないかなと思います。次回から、実際に練習を進めていきたいと思います。はい、それでは、25-2 の、解説を取っていきたいと思います。この曲は、比較的ショパンのエチュードの中では、取り組みやすい部類に入るかなと思うんですけど、縦が合うクロスリズムですよね。2/2拍子で左手が、4分音符の3連符で、右手が8分音符の3連符ですね。これ6対3ではあるんですけど、それを2個ずつではなくて3つずつで右手が取るということで、少しアクセントの位置がずれるようになっています。基本的には左手が一小節で一つのハーモニーを作って、少しこうやって変わるところもありますけど、それに右手が合うという雰囲気です。で、右
き手のフレーズはすごく長いですね。これは何小節ありますかね、19小節分右手が、一息のスラーになっていたりとか、こういうことよくありますけれども、どこも途切れないでモルトレガートでプレストで、でしかもピアノで、ニュアンスとしてはすごく繊細ですね。クレッシェンドデクレッシェンドも少し伴ったりしながら進んでいく。クレッシェンドデクレッシェンドが1小節ずつついているここと、例えば、22小節目からのところはクレッシェンドは1小節ですけど、その後はここまでディミネンドになっていたりとか、あとはクレッシェンドデクレッシェンドの山だけではなくて、11小節目からはですね。でテクニカルな面では、ほとんどがクロスリズムになっているので、まあ、これの右手と、まあ、少し近いようなテクニックの類の連続になっていますね。でそれ以上に、複雑なことというのはあまりないんですけど、例えばそれが最後の方になってくるとポルダメントが出てきたり、これの1個前が、このアスドゥアですね。この第3音が、こう来るので、何かこういうような感じになってますね。少しだけそのテクニカルな面についてお話をすると、左手のアルペジオというか分散和音は手のひらで鍵盤を覆うように少し広げて弾きますね。忙しいジャンプにならないように、ベタッと広げるわけではないですけど、膨らみを持っている方が、ハーモニーとして聞きやすいと思います。それから、右手の3連符を作るときに少し腕が前に行く動きを伴って、
そしてポジションによって手首、腕、引きやすいポジションにどん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 繊細に動いていくということですね。そのように引いていくと、これはかなり、引きやすくなるのではないかなと思います。それと、繊細なニュアンスを出すために鍵盤の深さのどのあたりを狙うかというのは、よく検討をするといいですね。鍵盤の底というよりはもう少し浅いところに触れていくような、実際には鍵盤の底には届くんですけど、もっともっとクリスサンドのようなあたりを弾く。デフォルテになってもこのあたりもこう深くなってしまわないで、軽やかにいけるといいかなと思います。それでは次回から実際に練習をしていきます。それでは25の3を取っていきたいと思います。これは少し特殊なテクニックと言えるかなと思うんですけど、これ4声で書いてあるのはちょっと特徴ですね。最初のアーフタクトは25の2、この音から同主長調に転調するように書いてあります。でこの音がドゥアなのかモールなのかというのは前からのつながりによってちょっとまあ可能性いろいろあるかなと思うんですけど、まあ、ドゥアで取るなら少し明るめに入りますね。セーブと、このセーブ、何かそういうような、組み合わさりでハーモニーとしても、よく響くし、三拍子のリズムに乗っても進んでいくっていうような意外と複雑な曲ですよね。であんまりその指をバタバタさせないで一つの動きで弾いていくのがいいかなと思います。それからこれを4で弾くの、4、3で弾くのか、これ3、2で弾くのか、それは音の幅によってよく使い分けをした方がいいですね。同じような感じで音程の幅で使い分けをした方がいいと思います。でそれからペダルがこのように一拍ずつ変えるものと、こういう風に響きを混ぜることによって、二度七の響き、まあそうですね、トッペルの二度七ですかね、を作るような、響きの混ざり方になるように踏むとか、ここで、半周指のような連続七音ですね、それはずっとワンペダルだとか、そういうところはちょっと気をつけるといいですね。少し長くいるで、これを軽く弾きます。
手の中でちょっとバウンドさせるようなタララタララタララ一つの動きですね。セーブになっているのはこれだとまあ重たくなるからというのもまああるんじゃないかなと思いますが、シャープ系からフラット系になって再円拡張に戻ってきました。でこれが長かったのが今度は短くなって、バスの動きも
ように、ハーモニーの感じ方の可能性があると思うので、ちょっとそれはよく探るといいと思いますね。でこれはフェルマートで、ペダルを取る指示はないので、響きをよく聞いてということになります。テクニカルの面では、セーブが残るところには少しもたれます。これですね。例えばで手の動きは中から斜め外側、斜め外側、これ両手共通ですね。でセーブが映っても残ってても基本的には手の動き、腕の動きはそういうことになります。それの連続としていろいろな変化を手のひらの中でつけていくことになります。聞き方とかイントネーションの表情とか、そういう練習になっていますね。結構武骨な感じね、柔道に、まあ、見えますけど、でも三拍子に、軽快にレジエロを、ね、最初に書いてありますけど、それで乗っていくとすごく美しく、ハーモニーが、再演拡張まで行ってまた鮮やかに戻ってくる。で見事な、コーダ、繊細な終わり、素晴らしい作品だと思います。次回から練習をしていきたいと思います。はい、それでは、25の4の解説を取っていきたいと思います。この曲は、基本的には、左手の跳躍ですよね、が、メインのテクニックの問題になってきます。それから、右手の、後打ちの、和音でのメロディー、それから、その上でソプラノがレガートで、響く、まあ、フレーズと、その中でスタッカートを弾くという、まあ、ちょっとしたその多声の音楽ですね。でそれが2分の2拍子の、リズムに乗っていくわけです。アジタートなのでピアノですが、少し温度が高めの音で弾く方がいいと思います。3なのか2なのか4なのか、それから右手の上の2つを2、5で弾くのか3、5で弾くのか、それから上に5なのか4なのか、そのあたりは、結構その人によって違うところだと思うので、実際のテンポで間に合うように、でしかも、表現として弾きやすいように、組む必要があります。基本的にはこれがまあ速くなっているのと同じような感じなので、弱拍から強拍、弱拍から強拍、中から外、中から外、なのでこれも中から外、中から外、それでバランスが取りやすい指を選んでいくことになります。クレッシェンドとかデクレッシェンドとか書いてありますけれども、これは、フレーズの方向性も意味していますね。こういうところちょっと難しいですよね。
感じですけれども、この上の音にしがみつくのではなくて、楽な柔軟な手で、小指のこの辺りをよく使ってこの響きを鍵盤を押さえ込むことなく、キープします。それからここまで来るとか両方とも休符で音を新しいフレーズとか、それから内声の音は、こう手のひらの中に寄せてくるような手を置くように使いますね。握ったりしないで、面白いペダルが書いてありますよね。ここで今変えますけど、かなりよく見ないといけないんですけれども、上は四分音符、中は八分音符。でもこれは和音が全部四分音符ですね。そして裏打ち。でアクセントです。スカタッカーとかないアクセント。そして会議型のスタッカー。手の打ったアクセント。折り手の打つのアクセントがついたレガート。そのフレーズを作ってみることをお勧めします。そうすると、どのように音楽が呼吸をするかというのが、結構わかるんじゃないかなと思うので、色彩を特に求められているかのヒントになりますね。
は、前のところは、鍵型スタッカートですけど、この再現部のところは山型のアクセントになってますね。フレーズの終わりが8分音符なんですけど、この辺りはフレーズの終わりが4分音符になっているので、前よりもより、フレーズの息が深いですね。この特別なハーモニーに、これが長くなって、会社ですね、セーブが、またがっているので、もう一度吹き返して、こういう風にコーダの時に、これまでのカデンツの、パターンをより、激しく動かして、最後に終結に持っていくというのは、ショパンのエチュードによくあるパターンですね。というのを見ると、かなり入り組んで書いてあるのがわかります。ここで少しだけ膨らんで、最後はこう、まあなんていうか、馬車がこう遠くに行くような、ここからはペダルで、これ上は5の指で弾いておくことによって押さえておいて、このハーモニーになるまでソプラノをレガートにすることができます。そしてこれを、次の調のドリアとして取って、こういうふうに転調をして、25の5につながっていくわけですね。何か、こういう、跳躍のようなものというのは、ショパンにはよくありますけれども、どこをどう使って跳躍していくかというのは一つポイントになりますね。体を固めて、この腕の振りだけでいかないで、体の中、まあ中というか、必要な大元のところが、働いて、末端が、少しの動きで大きく反応できるように。左手とか、こういう左手とか、そういうようなものにも通じるようなテクニックの問題になってきます。次回から実際に練習をしていきたいと思います。はい、それでは25の5の解説を取っていきたいと思います。これはちょっと、まあ、特殊な感じのテクニックですね。でも、曲の中ではよく使われていますね。まあ、これいろいろ取り分け、してしまいますけれども、まあ、こういうような形っていうのは曲の中でよく出てきます。
っぽいですよね。バスをペダルに入れるようにします。木枯らしね、ちょっと後日やりますけれども、ちょっと共通してますよね。で、この右手のリズム、いろいろ変わっていくわけなんですけれども、最初16分音符で声に移るので開きっぱなしにしておく必要はないですね。下の音も21とか12とか11とか、いろいろ工夫してやったらいいと思います。8分音符というのを、なんとなくこちらが引き受けて、右手は8分音符の2分割になったような感じですね。そしてこれは長いペダル、で次は、メロディー、ソプラノが4分音符になるので、つなぐ指使いでやってもいいし、ペダルで、レガートにつないでもいいですね。それから、この前段音を、ソプラノと合わせて、こうしてもいいし、あえて最初と違うということを、強調するためにわざとこれを前に出して、
ただ最初は、16分音符で、まあ、こういうイントネーションになるので、これを揃えてもと思いますね。それから、この後の内声のシンコペーションとペダルの関係をよく見て、この不協和音を許容しましょう。
は強弱特に変えてなくてスケルツァンドですね、まあ、なのでメゾピアノかメゾフォルテぐらいですかね大体。でもここのテンププリモはあえてピアノと変えてあって、で右手が重音から和音になっているので、先ほどよりも弱音なんですけど色は、より豊かになっていますね。次の曲の6度のような感じになって、まあ、これにつながっていくわけですね。次回から実際に練習をしていきたいと思います。はい、それでは25の6について取っていきます。これは基本的には3度のエチュードですね。で、冒頭のところから3度いろいろな指使いが、使われていますね。1425、1325、2415、まあその他もろもろいろいろ使われていますけれども、まあ、2315とか弾きやすい指を、見つけた方がいいですね。私の場合には、4、5のように続いているのが嫌なので1、3、2、5で、弾く場合が多いんですけど、1、4、2、5の方が弾きやすいとか、音色が好きとか、まあ、いろんなパターンはあると思いますね。で、まあ
体できています。でこの半音階の指使いは、一つはショパンの指使い、半音階で1を連続するパターン、ここで1413というふうに1を連続するパターンがありますね。それから、現代よく使われているのは2を滑らせるパターン、2324というパターン、それからゴドフスキーが提案した、指使いというのもありますね。ここで1号に持ってきたら3425 2415 3425、これだと、両方のセーブを完全にレガートに、指の打鍵でコントロールをすることができます。まあ弾き慣れるとこれが弾きやすいかもしれないですね。まあ、ただ私は、ショパンの指使いを基本的には採用をしています。ゴドフスキーの、3度も、練習していますけれども、基本的にはこれで弾くときには、この曲を弾くときにはショパンの指使いでやっています。それからもう一つはここの指使いですね。ここはショパンの指使いだと、この1のジャンプが結構な距離あるんですよね。フィシスから A までゾーン2度分あります。そうすると結構距離を感じるので、その指使いだともしかすると少しきついかもしれないですね。例えば、5433524133524133という、パターンで降りてくることも一応できますね。まあ、このように、もしくは、私が普段使うのは2513の後2424で、ここで35で2424353でここで23にするというパターンを自分では使っていますけれども、いろいろな指使いの可能性があると思います。このあたりもこれを24にするのか25にするのかとかいろいろありますね。1324ショパンの指使いでいくのか、1325を1回使うのかとか、意外と左手が対応法的に書いてあるので、その辺はちょっと意識して聞いて、それの指使いはちょっとよく検討して、前後も使いながら手の中でよく転がしていくという感じですね。そしてこの辺になってくるわけなんですけど、ここは中をちょっと意識して、まあ、最初のこれもこれを意識して弾くと弾きやすくなるという人もいるので、いろいろな意識の仕方あると思いますけれども、でその後もも基本的には気をつけることは一緒です。でここは上を3号にするか4号にするかというのは、1回目は全て発見同士なので固定でいいと思うんですけれども、次の29小節からのところは白鍵と黒鍵が混ざって幅が変わるので、3号と4号を混ぜて使うのもありですね。その場合には白鍵同士の3度または白鍵と黒鍵を含んだ単3度の場合には4号で、白鍵と黒鍵を含んだ長3度の場合には3号というような感じで使っていくといいです。
黒鍵同士も単酸度は4号、黒鍵同士の長酸度は3号。私はちなみに、分けずに全部3号で弾いていますが、ここもそうですね、これは同じ幅でどんどん移っていくので安定という意味では3号がいいかもしれませんが、4号が弾きやすければそれでも全然構わないですね。音色のためですね。10よりも25の方がそういう組曲的な要素は強いですね。もちろん、オーパス10の方もそれはあります。例えば10の3から10の4はアタッカーと書いてあるとか、10の6のこれがこれになったその音から始まるとか、これで終わったのがになるとか、そういうつながりはあるので、ちょっと意識をしておくといいと思います。次回から練習に入っていきます。はい、では25の7を取っていきます。25の7は、オーパス10の方で言えば10の6
とかに対応するような、そういうカンタービレのタイプの、チュードになります。で、オーパス10もそうでしたけれども、6曲 ×2 みたいな感じのセットになっていますね。なのでこちらもオーパス25の方もこの7番から、まあ、後半部分という感じになります。でドビュッシーはそれを本当にエチュードの第1週第2週みたいな感じで分けて書いたような感じになっていますね。で、この25の7は、明らかに左手はチェロです。で、まあ、右手のソプラノがバイオリンのような、まあ、そういう二重唱プラス内声の伴奏という感じで書かれていますね。でこの、チェロのようなメロディーというのは、例えば前奏曲ののソナタまあこういうようなところとか、よく出てくるわけなので、まあすごく大事な発想ですね。で、まあ、ショパンは室内楽の曲でもチェロの曲はいくつか書いていますし、すごくチェロの音色というのは好きだったんだろうなということが伺えます。で、そうですね、この出だしのところは、前奏から始まるんですけれども、まず前がこういうギスドゥアで終わっていて、それのまるで動詞単調のような形で、チスモールの5度が出てきて始まるわけです。で、小節線がないような形で最初書いてあるので、何かすごくその自由なルバートがありますね。特にこの長い音、まるでその物思いにこう沈んで、何かためらっているような、喋るのをためらっているような何かそういう感じですね。そしてこの3-3、例えば遺作の、まあ、後日扱いますが、これの中間部にも出てきますね。こうやって進んでいって、そう、ここですね。実際にその音色のために指を選ぶということはショパンにおいてはすごく多いので、音がポジションが取りやすいとかそういうこと以上に、その適した音色に適した指を選ぶというのはすごくショパン自身の指使いには示唆が多いですね。
意識しておくといいでしょう。そしてこの辺りからどん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 音楽の方向が動き始めますね。そういうような感じで音が重なっていきます。この辺りは、この左手の細かい音とこのハーモニーがよく合うように、でこれはこういう点のアクセントのところにちょっと流れをよく感じて、スクリアビンのエチュードですけれども、この辺りのまあかかり方とかすごく、影響がありますね。3番のソナタの三楽章とか、thank you.
すごく自由ですね。でこのこの属七の音が16分音符のフェルマ、16分9分のフェルマータなので、そんなに長くは待たないようにした方がいいと思いますが、このアフタクトの呼吸で、感じになるでしょうか。こういう曲を弾くときに、例えばですけど、このバッハとかのその無伴奏チェロ組曲みたいなのありますよね。そういうのを、ピアノだけで弾いてみる。こうは絶対ならないですよね。取り方、それから音の自然な揺れみたいなのが、少し分かりやすいと思うので、ちょっとそれを、まあ、気に入ったチェロの、あの演奏者の演奏をよくそういう観点で、まあ、分析して少し真似をしてみたりっていうのも、役に立つのではないかなと思います。次回から実際に練習を進めていきます。はい、それでは25の8の解説をとっていきます。この曲は前がこれで終わっていますね。でこれはの25の8の動詞単調になっているので、この瞬間というのは期待してしまいますよね。でもこれがもう
もうすでにドゥアーのものとして始まるように、そういう色彩をここで作る必要があります。これは6度のエチュードなんですけど、すごくそのレガートが強調されていますよね。モルトレガートと書いてあるし、メゾボーチェということはあんまり、がなり立てるようでもなく静かすぎるわけでもなく、ちょうどいい、声なので、本当に自然に歌って流れていくような感じですね。リヒテルがブーニンに語ったそうですけれども、ゲンリヒネイガウスが、この曲こそ本当のベネツィアだとか、言ったとか言わないとか、すごくいいイメージだと思いますね。で、割とショパンの演奏でよく見ると2分の2拍子っていう表記は多いですけども、これも例に漏れずそうですね。1小節1小節2小節、そういうフレーズの構成みたいなのが結構古典的に、守られています。でその後ここに来た時にはそれが1小節1小節だったものが半小節半小節というふうに逆に縮んだりとかしてるわけですね。そのあたりの、フレーズの、関係のバランスみたいなのも、よく感じるといいと思います。それからこの曲の特徴は25の7の時と同じようにドミナントから始まっているということですね。これとかもそうなんですけど、これがここに解決をします。この右手もいろんな指使いあるので、弾きやすい指でレガートに聞こえる指使いで言えたらいいと思いますね。それからこのバスが結構深いところにあるので、そこと空間的な空白の部分にこの左手が来ることによって全体が鳴りますね。小節というフレーズのまとまりっていうのはカデンツのことも、言っています。ドミナント、トニック、ドミナント、トニックで、サブドミナントに行ったりとか、そして動詞単調にバスと中の
ショパンの曲によくあるんですけど、バスにスタッカートがついていますよね。でそれとペダルというのは、軽い色彩が欲しいので、本当に跳ねたりとかっていうよりも、こういうバスではなく、とにかくこうふわっとこう響きが膨らむような、こういう風な感じでいくんですが、このここから左手はすごく長いスラーになってますね。でもその後も右手はしばらくは1小節ごとのスラーが続くわけです。で左手がまだ続いている時に右手がここから長いスラーになって、そういう風に右手と左手のスラーがちょっとここでかかり方が変わるので、その見ている、行き先、それの違いはよく意識をしておくといいと思います。しないで3つずつの方がいいですよね。でここに少しデムタクセントがあることによって、このニュアンスがちょっと聞こえてきます。今までは2度上がる2度上がるだったのが、実際それ続いてるんですけど、これがデムタクセントになることによって、ちょっとこれが聞こえるわけですね。そしてだん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 コーダの方へ、ちょっと意識しておくといいと思います。で、右手はやっぱり長いスラーですね。セドアにとってのヨド調の属七で、ここではデスドアにとってのヨド口調の属七で、だん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 音域が下がってくるので、ね、響きを少し静電しますね。低音
が暴れるので気持ち長めにいることになります。でそれはなぜできるかというと指の、力を必要以上に入れないことですね。そうすると上がってくるときに指が最後に上がるので若干長くいることになります。でこの音をドミナントとして聞いてこれに続いていきます。次回から実際に練習をしていきます。はい、それでは25の9の解説をとっていきます。この曲は結構弾きにくい曲だと思うんですけれども、よくあるのはここで取ってしまうパターンですね。でもスラーをよく見てここまで、このバスは例えばこれの時とか、これの時のように上から下、ここからここ、ここからここそういうような感じで取っていきます。でなんとなく、調が同じだからということもありますが、これとちょっと雰囲気が似ていますよね。すごく短い曲ですけど、このザクエンツとても美しいですね。この上に持たれたり下に持たれたり、でここで、4つですね、4つをニコニコに分けたこのイントネーションでレガート、この関係があります。そして転調、4小節を2小節登って降りて、要するに5の指と1の指のこの V 字の重心の転換を練習しているわけなんですよね。なるべくその指が上がってくるのが早くないと響きが詰まるので、指に力を、ためないように、で今まで、このピアノになってからアクセントがなかったのが、
豊かに響くわけなんですけど、まあでもせいぜいフォルテですよね。をまあある意味で、利用しているわけなんですけど、この流れにはちょっと敏感になっておくといいと思います。なんですよね。でそれがアレグロアッサイレッジェロの感じで、まあ、曲全体、大きい音でも小さい音でもそれがある、左手にも右手にもある。でこの親指を、よく落としてキープしてあげてみたいな風に弾くこと多いと思うんですけど、そうすると音がもう拍の頭ごとに落っこってしまって硬くなってしまいますね。なのでこの親指は軽くしておいて、腕全体でこうふわっとここまで一つの動きになるようにこう持ってこないで、高めにした方がいいかなと思います。そのあたり、手の大きさとか、あとはそうですね、オクターブの時に、まあ、どこを使うか、まあ、手首、肘、肩、まあ、指、いろんな弾き方あると思うんですけれども、それを単体で使うのではなくて、まあ、連動させていくわけですが、それをどのような比率、どのような視点で作っていくかによって、弾きやすい手の形、高さ、角度、いろいろ変わってきますので、それをよく検討するということをお勧めします。で、指でしがみついたりするともう途端に硬くなってしまうし、音が硬くなってしまって落ちてしまって美しくないので、そうならないように�で、
鍵盤と指の間を押しつぶさないで、なおかつ腕の重さはよく通っていて響く、そのポイントそれを見つけるといいと思います。次回から実際に練習をしていきますので、よろしければ参考にしてみてください。はい、それでは25の10の解説をとっていきたいと思います。ショパンにしては、珍しく相当マッチョな曲ですよね。でショパンの曲で、まあ、オクターブの連続っていうと、まあ、この曲だったりとか、まあ、あとはスケルツォの3番とかですかね、そのあたりが多分パッと思い浮かぶのではないかと思うんですけれども、もちろん他にもノクターンの中とかにも、オクターブでメロディーを弾いているとか、そういうところはしょっちゅう出てくるので、必ずしもそのあたりだけではないんですが、まあ、いわゆる、まあ、テクニカルな、まあ、オクターブっていうと、まあそんな感じですかね、スケルツォとかこの曲とか。でまあ、リストにもオクターブよく出てきますけれども、リストとか、まあ、あとチャコスキーのコンチェルトとかも、ね、オクターブのパッセージ有名ですけど、そういうのに比べると、すごくレガートが強調されているので、注意が必要ですね。でそのレガートは、6度のエチュードとかでも、まあ、同じなんですけど、指で厳密にレガートにする必要が、あるところないところ、まあ、いろいろです。でオクターブユニゾンですよね。4声のユニゾンなので、それが何かガツンと言ってしまわないで、何か一つのまとまりとして聞こえてくるように。でその時っていうのはだいたい左手の親指とか、場合によっては右手の親指とか、そういう中の音で響きをまとめていった方がハモりやすいですね。通じるような部分かなと思いますが、あとはこれとかですね。まあ、それもちょっとオクターブの。必要以上に中をギュッと握るのではなくて、残しておくかどうかっていうのはよく聞きながら検討が必要ですね。フレーズ全体として見る必要がもちろんありますね。で、半音階だったり音階が多いので、その音程よく作っていくように
どこまで進むか、どこで分かれるか、どこでどういう、重さが来るか、そのあたり大事ですね。半周四風のところを、バッと切るわけですね。こういうところっていうのは、よくありますね。そして全く違う色合いで、これはハードワンの、家族音なので少し柔らかいですね。拍子をよく感じて、こことかは、この辺りとちょっと似たような難しさ、要素ありますね。3拍子を感じて、このディスがゲーフィスと、その時にはこれが、残っていて、その次につながっていくので
美しいところなのですが、2番のソナタともすごくつながりがありますね。これはね、それが
ろちょっと、工夫して演出する必要があると思います。という感じですね。この前奏から始まるパターンっていうのは、この次のこのエチュードにも受け継がれていきますね。で、ここからの3つ、10、11、12ですね、25の。この3つに関しては調整のつながりというのはあえて他に比べると断ち切って書かれていると思います。それによってさらに何て言うんですかね、劇的な効果を生みますね。その3つのエチュードが持っている重みというか、曲集としてもすごくそういう計算がされているんだろうなと思います。次回から実際に練習をしていきます。はい、それでは25の11の、解説をとっていきます。前が終わっていますね。そしてこの単音から始まるわけです。この音が、次の、この木枯らしのエチュードの、アーモールに対して2度になっているので、まあ、これは属7のような、まあ、要するにドミナントですね。その音を感じるのですけれども、それですぐ始まるかというとそうではなくて、単音でメロディーが前奏として始まるわけですね。これもともとは、この前奏ついていなかったと言われていますね。いきなりここから始まるものだったようです。まあ、そうするとここからは、まあ、急に2度から1度に来るので、まあ、ちょっと急ですけれども、まあ、それよりもさらに複雑なつながりになっているので、前回の25の10の、解説動画で確かお話ししたと思いますけれども、ちょっと調整のつながりとしては若干、緩めに聞こえるように書いてあると思います。響きとかハーモニーとか、さまざまなことを考えないといけません。フェルマータはソプラノだけなのでここで止まった方がいいのではと思いますが、メロディーが左手にありますね。普通はなんですけれども、まあ、このように、まあ、ちょっと6度のような感じが入っていますね。そしてこれで異音のようにして出だしが始まるわけです。で、この下の音がこの1度の響きを作っていて、上が半音階で降りてきます。その組み合わせなので、その2声として弾くこともできるのですけれども、まあ、この曲の性格のようなものはよりジグザグを強調した方が出るかなと思います。というよりも
少しそのジグザグの。要するに中の音と上の、その行き来ですね。それを作る。そして、これは4つずつのまとまりになっているのですけれども、テクニカルには4つずつでも、表紙としては6円譜で取るということになりますね。ここもやっぱり、義州紙のように6度が少し顔を出します。すごくうまく書いてあるんですよね。ここからこのハーモニーが出来上がるように書いてあります。どん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 複雑な、ハーモニーに移っていきますね。指使い5、5、5、もしくは5、4、5になるのではないかなと思うんですけれども、私は5、5、5で弾いていますが、5、5、5だと結構耳を使ってレガートを作らないと、ガンガンとなりやすいので、5、4の方がニュアンスはつきやすいのかもしれませんね。この通りに厳密に踏むかどうかということは、まあ、もちろん検討しないといけないんですけれども、でも、どのあたりまでその一つの響きのうねりとして捉えて書かれているか、さっきの形、要するに8小節目の時には、この右手にクレッシェンド、この形でかかっているんですけれども、ここは、そのままディミネンドが続いています。バスも軽いので、同じフォルテといっても少し軽くなるのではないかなと思います。そして少し柔らかく、バスも長くなっていますね。
残りの、和音のアスに読み替えられて、その右手のパッセージをちょっとよく聞くといいと思います。それから左右が入れ替わりますね。ここは汚くなってしまうので、ペダルは変えないといけないんですが、響きの層が切れないようにが変わるのが分かります。そして違う色にいきますね。これはアスドゥアになっているのですが、で、下の指を5から3などに持ち替えて、しないで、しかもハーモニーの色が、何かこう一気に舞った木の葉が少しつむじ風が始まるような、4、5かっていう話はあると思うんですけど、4、5の方が、
音色的にも、手の広がり的にも普通いいのではないかなと思います。奥に行くときっていうのは、白鍵から黒鍵に対して奥に行くとき、その時には、5の指は短いので取りにくいですね。真横ならまだしも、なので4の方が長いので、届きやすい場合があると思います。進行一緒ですけれども、これがもういいと思います。でそのバスが、ちゃんとあるように4度の負荷ですね。なぜかというと次がドミナントを通らずにトニックに行くからです。つまりここでは編集詞をしているので、それに合わせてこの6度だったものが4度になって編集詞を、まあ、促していると言えると思います。この引っ張ったものが、ここに解放されたものが、ここまで到達をします。次回から実際に練習を進めたいと思います。はい、それでは25の12の解説をとっていきます。ここまで、しっかりと作品番号をつけて、ショパンが出版したエチュード、順番に見てきましたね。出だしの10の1、コラル風なんですけれども、まあ、この24番オーパス25の12もそうですね。この十字架のモチーフによって始まる、コラールのような形をとっているので、関連性があると見てもいいかもしれません。それから同主張ですね、まあ、この同主張の関係は、ショパンがオーパス10の中でも、作ろうとしていたのではないかと思うんですけれども、まあ、革命のエチュードもツエモールで、このオーパス25の12も、ツエモールですね。ツエモールというと、まあ、いろいろな、曲が、思い浮かぶと思うんですけれども、まあ、その中でも、なかなか激しい方の部類に入りますね、これは。まあ、
これにもちょっと近いような、その波打つような音楽がここにはありますね。そう、では見ていきます。2分の2拍子ですね。アクセントが書いてあります。まあ、左手の方ももちろんついていますよね。間に書いてあるので、まあ、両方にという感じで、見ると思うんですが、その波をこの響きの中から出てくる、この頂点として作り、この響きの中から出てくる頂点としてこれを作り、伸縮の練習としての側面を持っているので、滑らかに、弾いていきます。それから中の音を2の指で弾くか3の指で弾くか、まあ場合によっては4の指ということもあるかもしれないですけれども、それはよく、ポジションを考えた方がいいですね。5との距離によって考えた方がいいです。例えばこれは2で弾きますね。で、これは2で弾くか3で弾くか、これは3で弾いて2で弾いて、これは2で弾いて3で弾いて2で弾いて2で弾いてというような感じですね。そうするとポジションがね、取っていくことができます。そしてショパンが書いている指使いのこの1と5のこれはできた方がいいですね。例えばあの2番のコンチェルトの中にも、こういう場所が出てきますけれども、そこでも1と5出てきますね。今の形、例えばモシコフスキーのこれの最後とかにも出てきますね。この形はできるように練習をした方がいいパッセージだと思います。そう、それで、あとちょっと明るくなって、このナポリの音を通して、何かあの勝利に向かっていくような輝かしいハーモニーにつながっていきますね。この音から生まれてきて、今度はこれにアクセント
先ほどと同じ話ですね。5と1。全ドアになっているので、これが準固有和音としての色音で、そして調査の転調をします。これは例えばアドアに、転調するのと同じ仕組みなので、何か深いところに入っていくような感じですね。フォルテといっても出だしのフォルテのように表に出るものとはちょっと違って、少し深い色合いになります。アスドアですね。アスドアというと、例えばこれを取っているのはベートーベンの命日なんですけれども、こういうものとか、こういうものとか後ほど扱いますが、こういうものとか、ちょっとそういう温かいイメージがありますね。そのへこむところ、広がるので、何かこういうものが出てくるわけです。そしてこの辺りからコーダに向かっていきます。Thank you.
かあのコラールのようなものとのつながりを感じさせます。壮大な世界で幕を閉じます。全体 の、 そのハーモニーの流れとか、そのハーモニーとメロディーのバランスとか、それが長い目で見た時のそのフレーズとしてどうなるか、そのようなところを意識して、いずれにしても美しく作るということが大事だと思います。ガチャガチャ弾くのではなくて、やはりハーモニーの流れとして弾くということですね。そう、ここまで、オーパス25見てきましたけれども、オーパス10に比べると、さらに、いろいろな、まあ、音楽的にもそうですし、テクニカルな面でも、多様性が増してきていますね。次回からは、遺作の3曲ですねを見ていきます。これもまた違った視点から作られているエチュードなので、興味深いものがあると思います。引き続きお付き合いください。